今日午後、横浜市内を走る京浜東北線の電車内で包丁を持った男が見つかり、電車が緊急停止しました。男は乗り合わせた警察官に現行犯逮捕されました。警察などによりますと、今日午後3時半ごろ、横浜市の鶴見駅と新小安駅の間を走る京浜東北線の電車内で刃物を持った男が暴れていると通報がありました。電車は緊急停止し、乗客数十人がドアを開けて線路に降りたということです。乗り合わせた男性警察官が間もなく包丁を持った寺谷正純容疑者71歳を現行犯逮捕しました。けが人はいませんでした。そこ行ってみたら電車一覧開いてて、それでそこにお巡りさんがいて、まだなんかわわ中で騒いで、電車の中で騒いで、そしたら確保とかなんか言って。寺谷容疑者は警察の調べに対し、隣に座った男性とトラブルになり脅そうと思ったと話しているということです。